まだちょっと、復帰早ない活動自粛されてた割には顔がパンパンに太られていた。今、カジされてたら電話を見た。一生、振りぶちにされるんかな金の匂いしたんかな <laughs> ハイエナ。重すぎるやろ。TK 沖本、美味しい話なんてこの世にはない出版。誰が買うねん藤原藤本、活動再開。来ましたね。はい、えー。えー、弊社の先輩でございます。 藤原の藤本さん。ね。藤本が、ま、あの、この人当て逃げしてたんですけど、はい。えー、で、ちょっと禁慎していて、自粛かな。で、今回復活したと、YouTube で復活してましたね。はい。えー、吉本がなんかコメント出してました。えー、弊社所属、藤原藤本、俊文につきまして、2月23日をもって、活動を再開させていただくことになりましたので、ご報告いたしますと。えー、藤本は、 2023年10月に自家用車で接触事故を起こし活動を自粛しておりましたが、藤原の YouTube チャンネルにて活動を再開させていただきますと。はい。あのー、藤原さんの YouTube でもね、謝罪動画、も出してましたね。見ました。はい。すごくこう、お二人とも黒のスーツで黒いネクタイですか締めて。まあまあ当たり前けどボケゼロで。 ね。何回も頭を下げてっていうのを見ました。まあ僕は言うても藤本さんの後輩にあたりますから。まああのそら、まあお笑い、ってテレビ、チームですから。ええー。まあ面白いこと言う仕事ですからね。また共演できたら嬉しいと思っています。はい。藤本さん先輩なんで。まあ、後輩の僕がこんな言うのあれなんですけど、まあ一緒にまたちょっと頑張っていきましょうみたいなことなんですかね。まあチームですからお笑いは。ええー。 だーうーん、まだちょっと、復帰早ないえ、じゃあ復帰早ないうん、藤本さん。てか、藤本。え ?10 月なん ?11 12、12、12、4ヶ月ポっちえー、はぁ、あ、早いですね。 復帰ちょっと早いから、すいません。一人賛否なんで、あの、ちょっとね、えー、我が社の、ね、先輩ということで、ちょっとそっちに肩入れした、これ、肩ったら良くないから、肩入れしすぎたかなってので、ちょっとバランス取ってますが、復帰早なーい。まだやろー。まだ藤本さん画面で見て、吐き気燃やす人とかおるやろー。なぁ。ねというわけでございます。あと、少し三脚が低かった。 あの謝罪動画。何あの目線少し三脚低いぞあれなんか、目線合わへんねん、あれ。なんか変なね、変な三脚でした。あと、まあ、活動自粛されてた割には、こう、ね、まあ、うん、顔がパンパンに太られていたっていう、その、ええー、もうなんかね、こう、やつれられて、まあいや、そ、それが全てじゃないですけど、あ、なんか、まあ、伝わるな、みたいな、あるじゃないですか。 半端に太ってた。さすがや。この部屋狭ないみたいなやつやろうとしてる再び。まあね、まあとか言いながら、ただその今後のね、藤本さんの芸風とかが、あの人どうなんのほんで。人をいじることばっかりしてた人やから。あと、誰がそれを覚えてんねんみたいな、マイナーなニュースのことも掘り起こして言うみたいなのが面白かった人じゃないですか。 チュートリアルの福田が自転車にブレーキつけてなくてなんか問題になってたぞみたいな。いや、それ誰を覚えてんねんそれみたいなのも言ってたじゃないですか。これどうなるのこれ、藤本さんのやつはどうなるんですか、えー、まあ、それも含めてね、お笑いでなんかやっていくんですかね。それかこのことに関してはいじり、いじらせはなしにするのか。まあね、あの、当て逃げという、事件は事件ですから。ええー、一回生配信でね、 あの、まあ、一回とか、数回生配信、僕の YouTube 生配信で藤本さん本人がコメントしてくれたりしたことあって、それは大変盛り上がって面白かったですよ。うん、普通にタピオカとかコメントしてたから、うん、めちゃくちゃ面白かった。うん、で、ね、今、吉本の本、本社東京吉本の本社で配信してるんですよって言った藤本さんがコメントで、テープ回してへんやろなって言ってた。うん、やばすぎる。うん、テープ回してるよ。配信やねんから。ね。 まあこのように、え、ちょっとニュースをですね、一人で賛否、どっちも言っていきたいと思います。まあこれちょっとどぎついかもなと思いつつ、触れざるを得んか。プラスマイナス岩橋、吉本興業と契約解消。えー、まあね、あのー、これも僕の先輩ですよ、吉本の。まあ元吉本ですかね。えー、岩橋さん。ね もちろん面識あるし、X でいろんなこと言って、岩橋さんが、まあ、たびたびこう話題になったりして、で、まあ、なんかあの、うん、吉本興業と契約解除になったという流れなんですけど、まあね、これ、今、ま、その岩橋さんに付随して、まあ、いろんなこと起きてるやん。じゃあ、お笑いコンクールがこうだったとか、まあ、いろんな芸能人の人がこうだ、えー、この人はこうだとか、挨拶虫がどうだ、まあ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 、いろいろ含めてちょっと3つだけ、 三つだけ短い感想を言わしてください。はい。まず、まず一個目、岩橋さんにんでほしくない。これも絶対。はい。もう、岩橋さんには絶対にんでほしくないということ。で、二つ目が、岩橋さんは面白い人だということ。はい。岩橋さん、あの人はもうめちゃくちゃおもろい。はい。後輩の、こんな尖った僕が言うんですから。先輩に喧嘩売りまくってるね。方々に喧嘩売ってる俺が言うに、いや、岩橋さんはやっぱ、 全然おもろいよ。面白い人です。ね。で、最後三つ目、ね。あの、カジサックの電話のくだり、おもろすぎる。これ、これはね、あの、ちょっとおもろすぎますね。すいません。はい。いや、まあ、ああの、印象しくないとか、面白い人とか、まあ、そういう熱いのはね。まあ、さておき。カジサックの電話おもろいね。はあ、ちょっとおもろすぎましたね。はい。えー、岩橋さんが急に、 ポストしたんですよ。今、家事クから電話あった。吉祥。食いぶちにされるんかな金の匂いしたんかなハイエナ。おもろすぎるやろ。はあ、ろいすいません。いやいや、なんやろ。え、おもろかってもええよな、これ。うん。家事クから電話きたと。で、 あ、すみません。あの、カジサックって後輩らしいんで、カジサックって呼び捨てなんですけど、あの、会った時も、下モさんみたいな感じで言ってくれたんで、はい。あの、カジサックは後輩なんで、呼び捨てなんですけど。なんだか、カジサックが、その後、いきなり電話してごめん。過去に自分が病んでしまった時、藤原の藤本さんに電話で救われたことがあったから行動してしまった。申し訳ない。あなたはめちゃくちゃ面白い。自分を一番に大切にして、今はゆっくり休んでほしい。信頼できる人がそばにいてくれますように。ああまあ、誤解やったということですね。うん。 岩橋さんは、うーんー、あのー、ね、カジサックさん、カジサックさんって、カジサックから電話来て、なんか、何 ?YouTube 出させられるのかな的なね。わからんけど、俺で再生数稼ごうとしてんのかみたいなのを、わからないですよ。カジサックから打診があったんかわからん、その電話の時に。それか、打診はなかったけど、今オンを打っといた後で俺にオファーする気やな、こいつみたいな空気を、プンプン感じてたんかもしれないですけど、まあカジサックがこう言ってるからね。うん。 その、うん、あの、カジサックも同じようななんか飛んだ経験があって、その時に、もう藤本さん、繋がりますね。藤本さんに電話もらって結構勇気もらった、みたいな。救われたって。ま、これはほんまに、あのー、草しなしでええ話やから。これはほんまにあのー、誰にもカジサックのこういうエピソードとか、カジサックが岩橋さんに、ね、誠意で電話したことを言いじる権利は誰にもないんですけど、ま、あでも、岩橋さんがこう言ってんのはおもろいな。 <laughs> 俺も別に、いやカジサックな、こういう時だけ電話してな、なんか普段仲いい先輩やったらいいけど、なんかこういう時だけ電話して、彼のしなんか、早いな、みたいな。俺が余計には全くないけど、岩橋さんがこれ言ったんがおもろすぎる <laughs>。これちょっと芸人一度爆笑してると思います。はい。ね。まあまあ、その、うん。いや、だからさっきも言ったけど、カジサックさん。カジサックさんって。うん。ね、カジサックさんは、カ,カジサックさんって。 解作は誠意で電話してると思うよ。純粋な気持ちで。はい。岩橋さんも、ちょっとまあ、もういろいろ、こう、ね、うんー、あのー、慌ただしいから、今。ちょっとそう思ってしまったのかな、疑心暗鬼になったのかな、とか。まあ、それか、ほんまにでも、ちょこで言われてたらおもろいけどな、電話で。YouTube 出てやん。まあまあ、まあ、そんな言い方ないか。 まあ大丈夫やで。いや、ほんまに、あのー、誰かに絶対相談しやん、みたいな。まあ、赤坂来る。梶原さんの方が先輩ですからね、岩橋さんより。まあ、なんかあの、なんかあったら全然、あの、うちの YouTube でいろんな感情っ言ってくれてもいいし、とか、なんか一言あった,んやったらおもろすぎます。はい。まあ、ちょっとどうかわかりませんが。う <laughs> ん、このニュースはそういう触れ方にしようかな、俺は。梶坂。だから、まあ、あの、吉本工業の対応はどうなのか、みたいなね、世間が。 粗品にコメントを求めるとするのであれば、あの、これ散々言ってますけど、僕は個人的には吉本のこと好きなんで、正直。はい。ソシのロケでもそういう話したな、なんか。うーん。の、対粗品への吉本興業、ね、今仕事をしてる関係上、不満全くないから、俺はいい会社と言わざるを得ないです。僕はこの会社が好きです。うん。 ただその対岩橋さんへの吉本のことはもう全く知りませんから僕うん全く知らない状態やから俺はうん吉本好きっていうだけでございますはいまあ、だからあのね岩橋さん本当にあのー、絶対やらないでくださいうんあと、えー、お笑いお笑いやりましょう一緒にまたうんまたやりたいなやりたいし見たいです普通に岩橋さんのお笑いがあ笑かしてくださいほんまに俺もうめっちゃ好きなんですよ岩橋さんのあのー 体つきものまねのやつ。で、R1 の化粧行ってるからな、あんたあれで。いかついよ。ほんで、R1 の化粧でネタ飛んでるから。うん。そんな人、そんな人いないですよ。うん。そんな人いない。ああれおもろいね。オール雑で最初見たんやっけな。体つきものまね。とか、千鳥さんのローカル番組とかで、一芸みたいなんで見てったっすね。あれやっぱおもろいな。ええー。 僕はありが好きです。TK もと美味しい話なんてこの世にはない出版。誰が買うねん誰が買うねん、この本これちょっとおもろすぎますね。帯。愛情と責任感をこじらせた男。TK 沖と、竹宏ですかすいません。ちょっと名前わかりませんが。マネーター約7億円の投資トラブル。絶望の淵に救いの糸を垂らしてくれたのは、心が離れていた相方、木下隆之だった。お金、仕事、人間関係。悩みを抱えるすべての人へ一緒に這い上がれる希望の書。 もっと、這い上がりきってから出版せえやの、no. いやいや、まだあなた、は這い上がりきってないですよね。いや、じゃあ木本さんが、そのね、投資トラブル7億円級のやつがバーンって出て、ちょっと自粛してて、今、復活して、で、またこう、じわじわ人気出て、 あの時の TKO 木本ぐらいの仕事、なんやったらそれ以上の冠番組を持つようになって仕事絶好調ぐらいになってから出版せな。今の状態の木本くんと一緒に這い上がりたくないかも。うーん、難しいなってそれは、さすがに、もっと結果出してからやろう。っていうのは冗談でね。はい。えー、木本さんも共演できるの楽しみにします。よろしくお願いします。